グラスに注ぎまして、ビールの方もねいい感じだと思います。はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、以前幕開けでですね大人気だったアイテムが一般販売開始ということでね、前々から気になってたもの、こちらねゲットすることができましたので、皆さんにねご紹介していきたいなと思っております。では早速ですね、本日ご紹介するギアなんですけれども、こちらです。グラストップスモーカーというですね、こちらのタルホリックさんの商品になりまして、名前でなんとなくねお察しの方もいらっしゃると思うんですけれども、グラスの上に乗せてですね、いろいろなものを燻製してですね楽しむことができる大人のギアになっております。こちらね前からね気になってはいたんですけれども、なかなかねちょっと手に入れることができなくて、今回ねご縁があってですね、こちらご提供いただいてですね、今日試してみたいなと思っております。ではね早速ですね、こちら開封していきましょう。このね素敵な箱に入っておりまして、こちらねよいしょ、中身をね開けてみますと、このようにですね、おー、こちらが本体ですね。本体と、こちらにね、説明書が入ってます。で、さらにね、この下にですね、ウッドチップ。こちらがね、桜のチップ。ここまでが基本セットでですね、ついてくるものになっております。この本体と燻製のチップ、桜のチップですね。あとね、説明書の方が入っております。これね、使い方、私もね、まだ使ったことがないんですけれども、めちゃくちゃ簡単みたいでして、このね、蓋みたいなもの、これを取ると、ここにちょっとね、メッシュみたいに見えるかな？ちょっと金属のね、メッシュみたいなものがありまして、ここに、このついてきたですね、この燻製のチップの方を、だいたいね、小さじ4分の1から小さじ半分ぐらいを、ここに入れてあげてですね、上からバーナーで炙ると、そうすると煙がこう下に行きます。で、この煙でスモークをしてですね、下に入れたお酒であったりとかおつまみですね、何をね燻製しようか楽しみなんですけども、そういったものを燻製して楽しむというギアになっております。めちゃくちゃちょっとこれ大人のギアじゃないですか。かっこいいですよね。で、こちらね本体の方も素材がね、ここに書いてあるんですけども、オーク製ということで、このね、木のね、いい香りがしております。で、こちらね、このようにちょっとここの大きさ、念のため測っておきましょう。ここの全体の大きさがですね、約10センチちょっとぐらいありますので、それよりもね、小さいグラスであったりとか、あとアウトドアで行くとですね、マグカップとか、シェラカップはちょっとサイズ的に厳しいかな、に乗せて使うようなイメージになると思うんですけども、例えばね、身近なところで行きますと、こういったね、マグカップ。これ450ミリのシングルウォールのね、マグカップなんですけど、これはね、ちょうど乗りますね。こんな感じで乗せてあげたりとか、これでもだいぶまだ幅、余裕ありますね。ダブルウォールのマグでもこのようにね、乗せることができます。あとは最近ねちょっと流行ってるこれね、エヴァニューのグビグビ、こんなものにもこうやってね乗せることができますので、シェラカップどうかな。シェラカップはねちょっと私この朝型っていうよく見るタイプのシェラカップしか持ってないので、これだとね少し乗せられないことはないんですけれども、中にね入れられるものが少し少なくなってしまうかなというところですね。深型だったらもしかしたらちょうどいいサイズでね乗せられるかもしれないです。あとはサイズ感そんなにねこう入れられるようそんなに変わんないかもしれないですけど、こういったこのちっちゃいタイプのねシェラカップなんかだと割とねちょうどいいサイズ感で乗せることができると思います。この辺はね、皆さんお持ちのものによってですね、サイズ合わせて使ってみてください。ただ、せっかくだったらですね、この下にモクモクっと行くね、煙の方も見たいので、こういったね、
グラスとかですね、こういったものにね、こう乗せてあげると、中のね、スモークしてる様子なんかも一緒にね、楽しむことができると思いますので、できればね、ちょっとそこはお好みだと思いますけれども、こういったね、グラストップスモーカーっていうぐらいですから、せっかくなんでね、こういった透明のものに入れてあげて、食材とかね、あとお酒を見ながらですね、スモーク、そのスモークしてる様子も楽しんでみるのもね、いいんじゃないかなと思います。あとね、飲み物とかね、やるんであれば、ちょっとね、家にこんなグラスしかなかったんですけども、こういったグラス、ここにもね、ちょっとここの飲み口がね、狭すぎると乗らないことはないんですけど、こんな感じにぴったりは収まりませんが、乗せてね、煙を下にね、入れるだけなので、これでもいけると思うんですけど、こんな感じでビールを入れて、燻製ビールを楽しむとかですね、そんな感じで遊んでいけるギアになっております。で、こちらね、先ほど使い方説明しましたけれども、チップをここに入れて、チップを燃やすと。燃やしたらですね、1分から3分ぐらいね、この煙入れて待つみたいです。あとはこれを外してですね、燃え切ったこのチップの方は捨てて終わりということで、非常にシンプルにですね、繰り返し使える仕様になってます。で、このチップの方もですね、だいたいこの一缶でですね、60回から80回ぐらいね、使えるみたいなので、いろんなものを燻製してね、楽しむことができるんじゃないかなと思います。その他にね、これ桜のチップは最初からついてくるんですけども、他にね、オプションでですね、3つチップの方がありまして、こちら、オークのチップですね。オーク。このオークっていうのは、ウイスキーのね、樽とかにも使われてる木なので、お酒の燻製に合うそうです。その他、こちら、ヒッコリー。これはですね、おつまみとかを燻製するのにいいみたいですね。チーズとかナッツとかやりたいですよね。あとね、このリンゴ。このリンゴはほのかな甘い香りが楽しめるっていうことなんで、何が合うんだろう。私もあんまりね、燻製は詳しくないんですけども、レーズンとかですね、そういったものを燻製したら美味しいんじゃないかなと想像してます。ただね、初心者、初めてやる方にはこのね、桜のチップっていうのが扱いやすいみたいなので、このね、4種類でいろんなものをね、燻製しながら今日はね、楽しんでいこうと思っております。ではですね、この後ですね、実際にいろいろなものをね、燻製して楽しんでいる様子をね、見ていただければと思いますので、ぜひね、最後まで動画の方をご覧になってください。はい、ではですね、今日こちらのですね、グラストップスモーカーの方を使いまして、いろいろとね、燻製をしていきたいなと思っております。今日はね、暫定でこんな感じでね、ケースに入れて持ってきてみました。こちらがね、本体になります。本体と、あとですね、こちらにですね、多分キャンプで使う時であれば、こういったね、マグカップとかをね、使うことが多くなるとは思うんですけれども、せっかくなのでね、燻製してる様子なんかもね、見れるように、一個ね、グラスの方も持ってきました。こちらと、あとはこちらのね、巾着の方に、このウッドチップの方ですね、こちらを入れて持ってきました。これもね、なんかまとめて入れられるようなものをね、今後ちょっと見つけていきたいなと思ってます。こちらのウッドチップの方4種類、そしてですね、前半でね、ご紹介するの忘れてしまったんですけれども、こちらもですね、グラストップスモーカーとね、一緒にオプションでね、購入することができるプレミアムトーチというものになってまして、こちらでですね、この線上にね、炎の方が出るので、ここにね、ピンポイントでね、ウッドチップの方を狙ってね、加熱することができるというアイテムになってます。このね、曲げた状態でも使えるんですけど、これ面白いのが、このようにね、ストレートな状態でも使えるので、ツーウェイで使える。しかもね、見た目もかっこいいですね。ガス充填式のね、トーチになってます。こちらもね、オプションで購入することができます。では今日ですね、まず燻製していくね、これをね、やってみようかなと思ってね、買ってきたものをね、ご紹介しようと思うんですけれども、まずはですね、定番サーモンですね。サーモンの燻製、そしてカマンベールチーズ、これも定番だと思うんですけど、ナッツですね。そしてうずらの卵、これをですね、それぞれ燻製をね、やっていこうと思います。では、ちょっとね、このスモークしてる様子をね、できれば見たいので、まずは、このね、ナッツの方からですね、やっていこうかなと思います。ナッツの方を、こちらのね、このグラスの方に入れまして、この
な感じでね、ちょっと入れます。ここに入れましたら、このグラストップスモーカーをこのグラスの上に置きまして、チップはですね、ヒッコリー、これでいきましょう。つまみ系はね、これがおすすめって書いてあったので、でこちらをこのね空いているスペースに少し入れます。このように入れたらですね、この上からですね炙っていくというやり方になります。こちらね、いきますよ。じゃあ早速やっていきます。あ、これでもね、下に煙がいってるの分かりますか、ほら。でこれでね、この蓋をしてあげると、より下にですねこの煙が溜まりまして、スモークの方がよりですね、食材だったりとかですね、ドリンクの方に移るというね、仕組みになってます。結構ね、煙出てるの分かりますか？これで少しね、1分から3分ほどね、置いておくということですので、少しね、置いておきましょう。ではね、こちらのスモークの方ね、置いている間に、2品目のね、準備をしていこうと思います。2品目はね、こちらのカマンベールチーズの方をね、スモークしていきたいなと思います。若干ちょっとね、溶けちゃってるんですけど、だいぶ溶けちゃってるな。本当はもうちょっとね、硬い状態でスモークしたかったんですが、本当はね、これ出してやろうと思ったんですけど、だいぶね、溶けてしまっているので、この包み紙にね、半分包んだ状態でですね、スモークの方ね、やっていこうと思います。ちょっとこれで、本当はね、3つぐらいやろうと思ったんですけど、2つにしましょう。そして、もう1つですね。こちらは、このね、うずらの卵の方ですね。これ本当は多分ね、水気をね、取った方がいいんだと思うんですけど、あいにくキッチンペーパーをね、忘れてしまったので、このままいきます。本当はね、水気を取ってあげた方がきっちりとですね、スモークのね、香りが移ると思いますので、ちゃんとね、やるときにはそうやっていただいた方がいいと思います。はい。ではですね、こちらの一番最初にやったね、ナッツの方なんですけれども、もうね、いい頃合いだと思いますので、こちらのね、まず蓋の方を取ってみましょう。取ってみると、このようにね、ちょっと若干まだね、燃えて、もうでも燃え切ってるかな。ちょっと若干燃えてない部分があるんですけども、こちらのカスに関しては、もうこのままね、出てしまいます。で、こちらのね、出来上がったナッツなんですけれども、ちょっとね、匂い嗅いでみますね。うわっ、めちゃくちゃいい香りしてる。ちょっと一個ね、試食でいただきます。うわ、めちゃくちゃうまい。うわ、スモークナッツになりましたよ。こんなに簡単にできました。めちゃくちゃうまい。うん、これはお手軽ではね。続けてこちらのですね、ちょっと水気が取れてないんですけれども、これは何にしようかな。桜でいってみましょう。桜のチップを少しね、入れまして、これぐらいでいいかな。でこちらをですね、先ほどのトーチで炙ります。そしたらですね、こちらの蓋をして少し待つという流れになります。ちょっと今ね、完全に蓋がね、できてない状態なのでね、少しね、煙が漏れ出てきておりますけれども、こんな感じで非常に簡単にですね、スモークを作ることができてます。しかも、このナッツめちゃくちゃうまいです。うん。これはお手軽。はい。ではですね、こちらの卵。あー、いい感じじゃないですか。ちょっとね、中心部のところだけね、強めにスモークされてますけども、ちょっとね、香り嗅いでみます。あー、いい香りしてる。ではね、続けてですね、こちらのね、チーズの方やっていきましょう。こちらにですね、またこのね、ヒッコリーでね、やってみようと思います。これ楽しいなー。こちらでまたね、このトーチ炙っていきます。そしたらね、これで蓋をします。これでね、少し置いておきましょう。
ではですね、チーズの方ちょっと開けてみましょう。じゃん。うわ、いい感じじゃないですか。これはちょっと香り嗅いでみますね。あ、いい香りする。ではね、どんどん行きましょう。次ですね、こちらのサーモンやっていこうと思います。こちらのサーモンはですね、どれが合うのかな。ちょっとね、燻製初心者なので、これもね、ヒッコリーでやっていきましょう。ヒッコリーを入れまして、炙っていきます。このね、普通のシェラカップでも少しね、下の方に入っちゃいますけども、普通にね、燻製の方容量少なめでいけばね、使えるのはありがたいですね。はい、ではですね、サーモンの方開けていきましょう。わあ、どうだろう。ちょっと見た目的にはね、わからないんですけど、あ、でもしっかりとですね、これも本当はね、水気もうちょっと取ってね、燻製した方が良かったかもしれないんですが、それでもしっかりとですね、燻製した香りがついてます。そしてここまでね、いろいろとつまみを作ってきたので、いよいよですね、メインディッシュの方ね、作っていきたいなと思います。メインディッシュの方がですね、こちら、この燻製ね、お酒の燻製にも合うということで、ウイスキーとかウォッカとかジンもさることながら、このね、ビールにも合うらしいんですよ。ということで、初めて私やるんですけど、ビールの燻製やってみたいと思います。このね、燻製シリーズでね、燻製したおつまみを燻製したビールで飲む、最高じゃないですか。このようにビールをこのグラスに注ぎまして、でさらにこれをね、乗せて、お酒に関してはですね、このオークのね、チップがおすすめということでしたので、このオークのね、チップを入れてですね、トーチでね、火をつけていきたいと思います。あ、すごいいい香りする。これでね、今この下にですね、煙がいってますよ。これどうなるのか、めちゃめちゃ楽しみだな。はい、ではですね、そろそろこちらのビールの方もね、いい感じだと思います。見てください、このちょっとね、煙が出てる感じ。ではこのね、燻製ビールとともにですね、今燻製したですね、おつまみの方で一杯ね、やっていこうと思います。もうナッツはね、試食しましたんで、こちらのですね、うずらの卵からいただきます。いい味してる。そしてこの今燻製したてのビール、いつものプレモルじゃない。めちゃくちゃうまくなってる。何これ。これは最高だわ。ナッツもうまいし、さらにですね、この燻製したね、カマンベールチーズ、いただきます。うわあ、めちゃくちゃ贅沢だわこれ。あ、このね、自分でちょっとずつ食べる量だけ好きなように燻製して食べる、ここですね。そしてね、このサーモンね、いただきます。いただきます。幸せ。いや、これは最高に楽しいです。他にも燻製したらね、美味しいもの
たくさんあると思うんですけども、例えばウイスキーとかに合うねレーズンとかそういったものを燻製しても美味しいかもしれませんし、この後もですね実はちょっと燻製したいものがあるので、そちらを燻製しながらですね、まだビールもありますんでビールの方ももう一度ですねせっかくなんで燻製してですね楽しんでいきたいなと思います。これね本当にめちゃくちゃ楽しいので皆さんにもぜひやっていただきたい。今ね見ていただいた通り本当にねお手軽に燻製を楽しむことができます。燻製したい食材とかの上にこれをかぶせてチップを入れて燃やして蓋をして待つだけ、これだけですよ。これだけでこのね味を伝えられないのが本当に申し訳ないんですけれども、めちゃくちゃお手軽に一味ですね美味しくなるバージョンアップしたおつまみやお酒をですね楽しむことができるアイテムになってますので、大人のねご自宅で楽しむもよし、今日みたいにねキャンプで楽しむもよしということでですね、大人のみんなでワイワイやるときにも楽しいと思いますので、ぜひ皆さんね試してみていただければと思います。これでね待つだけです。燻製タコうまっ。へえ。うん。そしてさらに燻製ポテマカロニサラダ。あ、完璧だわ。うまい。うん。いやもうこんなに美味しいつまみがね集まっちゃったら飲まないわけにいかないですよ。でもやっぱなんかこうグラスがあるといいっすね。燻製ハイボール。燻製ハイボールいただきます。うわ、めちゃくちゃスモーキー。うん。いや、これしかもどのチップでやるかによってまた変わるんで、いろいろ組み合わせを見つけるの楽しいですね。ということでですね、こちらグラストップスモーカーいかがでしたでしょうか。これね本当に使ってみてめちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったという一言にね本当に集約されてるんですけれども、
まずお手軽にですね、少しずつ燻製をできるというところが何よりも面白いなと思いました。燻製をやるとなるとですね、火の準備をしたりとか煙がもくもく出るんでね、いろんなその煙の対策をしたりとか、割とね大きいサイズで燻製をするというイメージを持っている方がね多いんじゃないかと思います。私もねその一人だったんですけれども、それが本当に1人前2人前ずつですね、少しずついろんなバリエーションで燻製をね楽しむことができるというのが、こちらのねグラストップスモーカーかなと思いました。個人的にねおすすめは、お酒飲めない方はね申し訳ないんですけれども、ビールの燻製とハイボールの燻製、めちゃくちゃ美味しかったです。つまみはですね、本当にいろんなバリエーション、チップもねいろんなバリエーションがありますので、様々な組み合わせでですね、今後もキャンプだけでなくですね、ご自宅でも活躍するギアだと思いますので、家でもね少しずついろんなものを燻製しながらですね、今後も楽しんでいきたいなと思っております。ご自宅やキャンプのですねお酒、そしておつまみのグレードアップにですね、ぜひこちらのねグラストップスモーカー、いろいろね遊んでみていただければと思います。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。